はい、ですね、江戸城の昔の、天守台の昔の写真探してるんですけども、全然なくてですね、ようやく1枚見つけた画像が、こちらなんですけども、こちらの画像がですね、明治4年、1871年ですか、の画像とされてるんですけども、ちょっと不思議なことがあったんで、短く動画を作りたいと思います。天守台っていうのは18メートルあるって言われてるんですけども、手前に番所っていうのが建物があるんですけど、こちらがですね、まあ、平屋なんで、だいたい5メートルぐらいですかね。まあ5メートルかもうちょいあるかぐらいになるかと、一般的な平屋の高さだと、まあそんなもんだと書いてあったんで、だいたいそのぐらいかなとは思うんですけども、それと天守台比べると、なんか高さが随分、なんていうんでしょう。合わないというか、18メートルに対して手前が5メートル。で、そんなに天守台と番所が離れてるようにも見えないので、この高さがちょっと謎なんですよね、この写真が。で、もう一つ見てて、今日見てて気づいたんですけども、普通で行くと、右側の丸で囲んで何もないって書いてるとこなんですけど、ここ当時はわからないんですけど、今だと天守台に入っていく、通路みたいなのがあるんですけど、その細い通路があって、すぐ奥側にまた石垣があるんで、本来ですと石垣がその向こう側にも映ってないとおかしいんですけど、この画像だと何もないんですね。そこもちょっと不思議なんですよね。はい。なので、ちょっと見れば見るほど謎が深まったんで、皆様にも見ていただきたく動画を作成いたしました。いかがでしょうか。皆様どう思いますでしょうか。また何かありましたら、動画の方作成してアップしたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。